私としたことが見落としてました。フォルムメスカブト、シルエットがメスカブトムシと全く一緒だと噂の所沢のタイソンさんがブレイキングダウン9出場するという動画を出しております。すでに次回大会決定しているようです。実は7月16日に自らオーディションに行っていたようで、そこで決まった、と。俺ぐらいになると落ちないと分かっていた。ブレイキングダウン側も欲しいだろうし、と。出場する経緯については、あまりにもアンチ、外野がうるさいから。 俺は誰にもビビってねえのにうるせえうるせえだったら一回出ればいいんだろ俺の喧嘩見せて黙らせてやるよ先に言っておくがこれは奇跡これっきりもう次はねできればヘビー級の強い人とやりたかったんだけどとそうかヘビー級になるんですね本来は一個言いたいのはこれまで路上の喧嘩とかでも格下でも弱いやつでも徹底して油断せずにぶちのめしてきたので 今回対戦相手が誰でも容赦しない。徹底的に潰す。と、これはかっこいいのかそしてトレーニングはしない。みんな喧嘩が見たいんだろ小細工はしない。今大会を一番盛り上げる。バッチバッチに盛り上げるということでした。<laughs> 盛り上げることも意識してるんかいと。ただ、私、毎回言ってますけど、トコティは自分でヤクザの知り合い側とかよく話してるんで、ブレイキングダウンで発足した 反射対策アドバイザリーボードは機能してるんでしょうかこの間しょうゆが捕まった時もそういうものにクリーンにやっていきますという声明を自らは出しておりましたが選手に契約書は書かせていると聞きましたがそれは選手に丸投げであって反射対策チームの活動ではないですからねでもトコティのこの1回ブレイキングダウンに出るチャンスが過去大会にあったにもかかわらずその時はまだ 人気じゃなかった大会だったので、気を逸してしまい、その後適当な理由をつけて、人気になったからって、本当はただインフルエンサーとしてやっていきたいだけで、それも周りにバレバレなのに、その恥をしのんで出場を決めたっていうのは、逆に潔ささえ感じますし、しかも相手は奥野だったら出ると言っていたのが、多分相手もまだわからないけど、違うっぽいですし、普通は恥ずかしくて、今更出れないですからね。 そういうところも逆にあっぱれだなというふうに思いましたね。すごい。でも、多分そのオーディションにはメスカブと持参で行ってないと思うんで、低評価をしておきました。